タ恋48回目さあさあフリムファクシーグルファクシー今回も第6話2人の看病あーなんか風邪ひいちゃったりすんのかな操縦員たちいるかなごめんくださいはーいお兄さんちょっといきなり破壊力がすごいなこの前の文化祭のウェイトレス姿なんでこんな格好してんのあこの服ですかいやらしいなおいなんかこういうお店来ちゃったのかと思ったなんだこういうお店どうした操縦お客さんかサラちゃんまでなんかこの前はフリフリの服嫌がってたのになんで着てるのなんでお前がここに恥ずかしがっちゃって見るな隠れちゃったサラちゃんいやその服はあのねお兄さん実は二人ともこの服が気に入っちゃってそれで時々着てるんです少女ちゃんはわかるけどサラちゃんまで気に入っちゃったひょこっと出てきたじゃあサラちゃんも違う私は違うんだ、うん、少女が着てるから私はみたいなねあんなこと言ってるけどサラちゃんもまんざらじゃないみたいです意外と可愛いこと好きだよねいいじゃないかサラちゃん可愛いよ うるさい人がどんな服を着たっていいだろうすごい怒ってんじゃないですか照れちゃってねもう意外と好きなんだから可愛いことが乙女だよねサラちゃんは本当にん何か落ちている紙何か絵が描いてある女の子っぽい絵まだ落ちてる今度は字何何昔々あるところに毎日ずっと雨ばかりの国がありました。童話？雨の国には一人のお姫様がいました。お姫様はかわいそうなことに小さな頃に魔女に呪いをかけられて、もう一枚落ちている。これ何？何この流れ？え？ははーん、これがそのお姫様だな。透けるような色の髪で肌が白くて、なんだかちょっと掃除ちゃんに似ている。ジャンクション！ジャンクション？え？何これはこの流れはまさかでそんなことはあるわけないか続きはどうなるのこれだから続きを追ってった方がいいってことだよね白金姉妹ジャンクションだから続きはどうなるのかなああよかった合ってたあっちに点々と続いている何このミステリーお姫様は呪いのせいで雨に濡れると立ちどころにバラの花に変身してしまうのです乙女チックだそのため一人の女騎士が高い塀のあるお城にお姫様を隠して雨に濡れないよう大切に守っていましたあこれはサラちゃんのことなんじゃないのここで終わっている他に落ちていない続きが気になる超意味深なんだけど何これ何の本なのうわ怖いこのフラグうんどうしたのお兄さんサラちゃん掃除ちゃんよう実はお家の車が故障しちゃって学校まで歩いて行ったんです いつも車だったんだ、うん、掃除はあんまり体が丈夫じゃないんだあそう車がダメなら馬で行こうって言ったのに目立つわ馬サラちゃん掃除これくらいの距離を歩いても大丈夫だよ掃除ちゃんは結構病弱な感じなんだ。だってお兄さんにもこうして会えたし。うん。そうだな。それにあいつたちに乗ってくるといろいろと大変かもしれないし。フリムファクシとグルファクシですよね。はい。掃除のお家には馬が全部で5頭いるんです。5頭。でも普段外には出さないから。地上ファンクラブじゃないですか。そっちの5頭じゃないけど。そうなんだ。それにあいつたちはどうも私と掃除以外には懐かなくてへえ。他の人が近づくとすぐに暴れ出すし怖いなちょっとサラちゃんと掃除ちゃんを守ろうとしているのかもね、うん、掃除もそう思うことがありますそうだなそれはあるかも、うんうん、なんあヒヒーン聞こえたよなんか音がなんでこんなところに馬が二人とも伏せてなになにあー何してんだお前お兄さんどさくさに負けねえこの野郎二人
双子ハグだよ。双子同時ハグしちゃった。バカ危ない。こんなちょっと、いやちょっといろいろ際どいし、すごい、こんな犯罪だよ何してんだお前、急に抱きついて。え、あれ、なんかでもグラングランしちゃって。 おい大丈夫か襲ってるように見えたけど、でも一応二人を守ったっていう感じなのかな。お兄さん、馬が飛び出してきて、あれ意識が、おいおいおい、バッドエンド、まさかの。あ、びっくりしたわ、急に病院から電話がかかってくるんですもの。宮城さん、すいません心配かけちゃって。でも手の捻挫だけです。捻挫したんだ。足は打撲だけみたい、ね、足も結構やっちゃってんな。ごめんなさい。あの後病院に運ばれて。私が悪いんだ、馬のしつけをちゃんとしてなくて。あらあら、そんなに謝ることはないよ、怪我もそんなに大したことないし。いやダメだ、私たちをかばって怪我をして、本当にごめんなさい、お兄さんに怪我をさせるなんて。あー、なんか二人に、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、なんか罪悪感掃除ちゃん大丈夫だよ、だからもう泣かないでね。そうよ、二人を同時にハグできたんならね、手のギプスだってこれぐらいの代償はしゃあないよあのせめてギプスが取れるまで掃除にお兄さんのお世話をさせてください。あれ、これエロ同人だったら始まっちゃうねそういう流れだね。そうだな、手が使えないのは不便だよな。あれ、よし、私たちがお前の手の代わりをするぞ。始まっちゃうよいやいや、気持ちは嬉しいけど。頼むから、そうさせてくれ。マジっすか、お願いします。手の代わりっつっても、ねえ、こんなにいてくれてるんだから、宮城さん楽しんでるでしょ。お言葉に甘えてお世話してもらったら。お世話って、そうですね、じゃあギプスが取れるまでお願いするよ。ありがとうお兄さん。こういう流れか。一生懸命にお世話します。二人の看病って言うからさ、なんか二人が風邪でも引いちゃうんだと思ったけど。何でも言ってくれ、何でもするぞ。看病してもらうんだね。何でもっつったなサラちゃん。いやでも今日はもうあと寝るだけだから。そうか、うん、じゃあ明日の朝お迎えに来ます。いやでも春季の男子で寝る前に何すっか分かったもんじゃねえぞじゃあ明日からよろしくね。任せてくれ。おお、サラちゃん正義感が強いから。今日はごめんなさい。うん、いやソードちゃんも大丈夫だよ、気をつけて帰ってね。はい、失礼します。うん、馬は飛び出してくるかもしんねえから。じゃあまた明日手と足やっちゃったけど、お二人のお世話か、エロスの予感だぞ。おはよう、それじゃあ行ってきまーすって感じ。結構元気だな。あ、やっぱり朝からお二人が一緒なんですね。おはよう。おはよう、ソウジュちゃんにサラちゃん、お世話してくれるってね。本当にごめんなさい。いやいや、いいんですよ、むしろありがとうございます。昨日も言ったけど今日からギプスが取れるまで手伝いをするから。ギプス、かわいいな、ギプス、言い方がよかった、ありがとう。あ、お兄さん、カバンを持ちます。そこまでしてくれるの。ソージュ、私が持つから。そんなに大怪我じゃないでしょ。でもほら、カバンを渡してくれ。うん、いいよ、そんなことまで肩にかければ問題ないし。お送りします。ああ。でも二人が学校に遅れちゃうよ。お前は怪我人なんだから、そんなことは気にしなくていいんだ。今気づいたけど、二人夏服になってますね。あ、いいな夏服。でも下は黒タイツなんだね。リボンが可愛いね、後ろのね。嬉しいけど、やっぱり二人が遅刻するのは良くない。そうですか。わかった、私たちも学校に行こう。うんうん、その代わり帰りは学校に迎えに行くから。わかった、お願いするよ。あ、学校にいる間はどうしようかね。気をつけてください、お兄さん。ありがとう、じゃあ行ってきます。
だいぶ責任感じちゃってるねこの二人ね。え、移動？総会中、まあ学校行くけど、うん、あ、もう放課後だ、誰もいない。いやいや、誰もいないことないでしょ、今日学校あるでしょ普通に。で、放課後っていうちょっとよくわかんない流れだけど。はい、そらちゃん、そうじゅうちゃん、遅かったな。怪我の方は大丈夫ですか？うん、全然大丈夫、心配してくれてありがとう。カバンを2つ持ってるだろ、ほら、それをこっちに、私が持つから。あら、サラちゃん、いいよそんな。あ、いいからよこせ、ほら。お兄さん、ソウジュたちに持たせてください。悪いな、なんか女の子にそんなことさせるの。じゃあお願いするよ。はい。本当に無理しないでね。うん、これくらい平気です。ソウジュちゃんも体あんま良くないんだから。なんか重そう。あー、赤くなっちゃった。ソウジュちゃん真っ赤っかだよ。ごめんね、荷物がいっぱい入ってるから。ほら、ソウジュ、私が一つ持つよ。大丈夫、ちょっと。でもいいから、ほら。サラちゃん、うん、さあ、サラちゃん、お願い。 あ、じゃあこっちの大きい方、これなら大丈夫だろ。これなら大丈夫。どんだけ重かったの、荷物。ありがとう。何入ってるか分かったもんじゃないね。じゃあ帰ろう。あ、うん。あ、家まで送ってくれて。あれ、サラちゃん、顔が赤くなってるけど、どうかしたの？なんでもない。何、何？ちょっと。え？お兄さん、ソウジュもサラちゃんも。男の人のお家に入るのって初めてなんです。なんかこの前も一回家には来たような気がするけど、まあそれはちょっとの矛盾はないことにしよう。ソウジュ、そんなことは言わなくても。 いや、そのお部屋入っちゃいますか。大丈夫よサラちゃん、ソウジュも同じだから。男の子のお部屋に。それにお兄さんのお部屋に入れるのって楽しみだよね。そんなに大した部屋じゃないんだけど、さあ早く上がってよ。男の人のお部屋に入るのが初めてってことね。お邪魔します。お邪魔します。やばいな、でも部屋の中とか大丈夫？なんかまた見られちゃまずいもんとかない？お帰りなさい。うん、宮美さん、ただいま。あら、白金さん、いらっしゃい。うん、白が、あれ、白、あ、お邪魔します。はい。あの、お邪魔します。なんかサラちゃん緊張してるね。お兄ちゃん、出た、帰りなさい。ルルララ初遭遇だ。帰りなさい。ルルにララ、ただいま。あれ、お兄ちゃん、このお姉ちゃんたち誰？このお姉ちゃんたちどういう絡みがあるのこれ。あ、こんにちは、白金ソウジュです。私は白金サラ、よろしく。でも子供好きそうだよねこの二人はね。ひなぎくララです。こっちはルルちゃんです。ルルちゃん、ララちゃんとルルちゃんはお兄さんと一緒に暮らしてるんだね。、うん、いいないいなとかさらっと言うんじゃないよ。うん、いいでしょう。ルルも、それでね、ルーたちはお兄ちゃんのお嫁さんになるの。宣戦布告ですよこれは。何を言い出すんだ。え、そうなの？なんだって？あれ、サラちゃんも驚いて、いや決まっているというわけじゃ。いいな、ソウジュもお兄さんの嫁さんとか言わない。なりたいな。え？ソウジュちゃんもお兄ちゃんの嫁さんになりたいの？そのままオウム返しやねえか、ルルちゃん。うん。じゃあサラたちと一緒だね。わ、私は別に。そこで照れるかサラちゃん。一緒にお嫁さんになるのよ。もう4人で結婚することになっちゃってるけど。あら、お嫁さんがよりどりみどりね。本当にね、どうなってるんでしょうねこの国は。幸せはな。ハーレム革命が起こっております。何を言い出すんですか、まったく。そうですよね。うん、うん、そうなの。でもなんかもうサラちゃんもはっきり否定しなくなったね。お兄ちゃんのお嫁さんになるの。みんなで。
すごいこと言ってくれるな。私はサラちゃんも一緒に、うん、みんなでね、みんなで結婚しましょうね。すげえゲームだな。改めて思うけど、ここが僕の部屋だよ。あ、感激。なんか変なもんとか転がってない？大丈夫？思ったより片付いてるな。ほう、そうかな。お兄さんって綺麗好きなんですね。綺麗好きなのかな。引っ越してきてそんなに立たないから。ははは。サラちゃん、ソウジュちゃん、お夕食を持ってきたわよ。おう、一緒にご飯。わざわざ下だとルルとララがいるからゆっくり食べられないでしょ。なんか気使ってくれてる。手に手直してるから食べるのに時間もかかるだろうし、うん、気を使ってもらってすいません。あ、でもいい予感がしてきたね。これサラちゃんにソウジュちゃん、悪いけど二人で食べさせてあげる。そうだよね。そういうことになるよね。はい、わかりました。みやびさんったらもうまたやってくれるな。はい、任せてください。それってそれじゃあお願いね、お二人さん。あとで食器を詐欺に来るからごゆっくり。ごゆっくり。みやびさん、もう本当にあの人は。あ、おいしそう。お兄さん、お食事にしましょう。はい。ほら、早く座れ。うん。あー、天国だ。はい、お兄さん。天国だ。やっぱあんの流れだよね、これ。いいよ、自分で食べられるから。何を言ってるんだ、手が使えないくせに。うん、ほら、早く食べろ。早く食べろ。絵付けじゃん、もう。じゃあ、あーん。はい。どうぞ。こんな幸せな空間が。じゃあ私も。おう、サラちゃんも。いや、そのみやびさんに言われたから食べさせてやらないと。おう、ほら早く。うん、それじゃあ、あーん、もぐもぐ。おいしいですか。サラちゃんにあーんしてもらったよ、おかげさまで。よかった。こうしてると楽しいね。素晴らしいですね。それはまあその、ちょっとはちょっとは。ほら冷めるだろ、早く食べろよ。サラちゃんの貴重な。はい、あん。あん、ぶっきらぼうだったな、あん。じゃああん。掃除もほら早く食べさせないと。そうね、はい、お兄さん、あん。そう、りゅうちゃん、あ、もうちょっとゆっくり。いやー、ちょっと延長でお願いします。じゃあ、これは幸せですね。また明日も伺いますね。今日は本当にありがとう。いいな、怪我してるんだから無理はするなよ。無理はするなよっつってもこの後もう寝るだけなんだけど。別に礼なんて。お兄さん、サラちゃんたら昨日すごく心配してて、うん、サラちゃん何でも暴露しちゃう、ソウジュちゃん。入院した方がいいんじゃないかとか、怪我が治らないんじゃとか。サラちゃんそんなに言っててくれたの。こら、ソウジュ、そんなこと。心配かけてごめんね、二人とも。怪我は本当に大したことないから。はい、お兄さん、早く治るといいですね。そうだな。ありがとう。あと 2,3 日でギブスも取れるはずだし、すぐ治るよ。あー、じゃあ 2,3 日まだこの幸せな時間が続きますか。今日は帰ります。また明日学校にお迎えに行きますね。すみません、わざわざありがとう。じゃあ気をつけて帰ってね。はい、じゃあな。やっぱね、サラちゃんがどんどん少しずつだけど出てきてるよね。素直になってきてるような気がするんだよな。さあ、今日は学食からですね。大阪スタートになっちゃった。なんだ、お帰り際にお前を迎えに来た女の子がいたそうじゃないか。また噂になっちゃってる。すごく可愛かったっていう噂だぞ。また新聞部が嗅ぎつけてきて。
えらい騒ぎになっちゃうんじゃないの。怪我をしたお前には同情するが、それで女の子の同情を引こうという作戦じゃないだろうな。怪我も巧妙でございますね。怪我してみるもんだね、たまにはね。天道じゃあるまいし。呼んだか。なあ、呼んでない。それにしても転んでもただでは起きないやつだな。サラちゃん、ソウミちゃんにお世話してもらえるなら本当に腕の一本や二本ね。俺でもんでございますよ。怪我してみるか。同じようなこと言っちゃった。お世話と。やめときなさい。そんなこんなで火がつくれて。さて帰ろう。お兄さん。こんな下駄箱まで来ちゃった。おい、早く帰ろう。はい。サラちゃん、ソウジちゃん、玄関まで入ってきちゃったの？お兄さんが困ってるかもしれないから、なかなかまた噂になっちゃうよ。サラちゃんが行こうって。あら、サラちゃん、ソウジがそう言うから。いや、私はそのお前がなかなか出てこないから。あ、すいません。じゃあ帰ろうか。はい。ああ、いやでも昨日は、あ、またお部屋来てくれて。さてと、昨日はご飯食べさせてくれて、今日は何があるの？そうだ、宿題が出てて。宿題？宿題してもらうんじゃないよね。その怪我だとうまく字が書けないんじゃ。字が書けない。掃除が代わりに書きます。お、そんなんしてくれんの？実は字を書くのが結構大変で。そうですよね。お兄さん、授業中も大変じゃないかと思ったんですけど。へー、そんなに気にしないで。ノートは後で友達に見せてもらうし。ノートはよくても友達いんのかな。宿題はちゃんとやらないと。それで、はい、宿題はなんだ。宿題は英語。あ、英語なら二人得意じゃないですか。てか全部得意だよね、この二人はね。1位だもんね。なんつっても、お兄さんは答えを言ってください。ねえ、少女たちが書きますから。お兄さん答えらんないでしょ。お願い。問い中、この文を英語に訳しなさい。私はその時、はい、光る物体を見続けていた。なんでそんな X ファイルみたいな文章になっちゃってんのよ。これを英語に訳す。 I'm looking for 光る物体。俺のバカっぷりはいいんだけど、光る物体ってなんて言うんだ。サンシャイン違うか。光る、ピカピカ物体。I'm looking for ピカピカ物体ね。モルダー、あなた疲れているのよ。わかんない。違うぞ、さっきも言っただろ。過去進行形は B 動詞の過去形に ING だ。はいはいはい。あ、じゃあ looking は合ってたんだ。 was looking。 正解です。はあ、光る物体はなんて言うの、英語で。これで終わりか。ありがとう、助かったよ。二人とも英語が得意なんだね。おかげではかどっちゃった。掃除たち、海外にいたことがあるから。そうだよね、そんな話ありましたもんね。英語は少しできます。いやでも海外にいたとしても、掃除の言う通りだ。あそこに光る物体があるぞっていう機会はないと思うけどね。それこそ X ファイルだよ。モルダー、あなた疲れているのだよ。 X ファイル2018ブルーレイ &DVD 発売中でございます。なんで俺が宣伝しなきゃいけないんだ。そうなんだ、すごいね二人とも。それはいいから、宿題は他にはないのか。宿題は今日はこれだけ。そうか、終わりか。お兄さんと一緒だと。いや、二人のおかげだね。勉強してても楽しいな。そうかな、でも僕は勉強はちょっと。たく、頼りないやつだな。すいません、本当に。ソウジュ、お兄さんに勉強を教わりたい。いやいやいや、無理だよ。ソウジュちゃんに教えられること、頑張るよ。どう見ても二人の方が勉強できそうだけど。本当そうだよね。ああ、今日も夜遅くまで。じゃあお兄さん、すんませんよ、そろそろソウジュたちは帰ります。じゃあまた明日な。ありがとう、二人とも気をつけて帰ってね。馬乗って帰って。あ、じゃあソウジュ行こう。この辺はね、それじゃあお兄さん、妙な双子好きが多いから、夜道に気をつけて。油断して転んだりするなよ。ありがとう、気をつけるよ。ありがとう。じゃあね。いやー、本当にね、サラファクシとソウジュファクシがね、本当になんか神話の登場人物みたいな美少女っぷりですよ。
日曜日です。今日は学校お休みだけど。え、まさか朝からどうやって。ルルとララ、休みの日ぐらいもうちょっと寝かしてくれ。普通でいいんだよ。どういうことだこれは。代わりにお願い。え、しょうがないな。なになになに、なんだ。なに、またちょっと新しい衣装だし、爽やかで真っ白で可愛くて双子でサラソージュちゃんで、いきなりびっくりするだろう。私の目の前に光る物体が。お兄さん、おはようございます。いや清楚だな。いやこういう服装やっぱ白似合うな。あれじゃないぞ。もう天使が目の前に。もう昼近いぞ。いくら日曜だからっていつまで寝てる気だ。みやびさんもルルちゃんララちゃんも朝ごはんを作って待ってます。さあ、そうですか、行きましょう。いやなんか寝起き、サラちゃんとソジュちゃんが起こしに。今日は日曜だろ、だから今日は一日中世話をするために来たんだ。一日コースですか。そうしたらみやびさんが起こしてきてあげてって、ついでに着替えさせてあげてねって。そんなことまで。着替えさせようとしてたのじゃあ、さっき。サラちゃん、いつまでぼーっとしてるんだ、早く起きて着替えろよ。すいません。はい、お兄さん起きましょう。いや大丈夫、こんな中学生の時なんか寝起きなんかちょっとなかなか見られない感じになってるじゃない。早くしろよ。みんな待ってるぞ。はい、すみません。お兄さん、着替えはこれでいいの。着替えさせてくれ。掃除が着替え持ってきただろ、早く脱げよ。早く脱げよって。いやちょっとこんな、もうちょっとこういうプレイじゃん。待って待ってっつって。待ってじゃない、ほら急げよ、手伝うから。脱がせられちゃってんの。こんな、いや自分で着替えられるから、二人とも向こう行ってて。手に怪我をしてるんだから無理をするな。ほら手伝うって。もうちょっとこれ、どうして脱いでくれないの。もう、ま、ごめんなさいね、ふさわしくない言葉を言うけど 3P じゃん。もうこれ 3P じゃん。どうしてって、その二人の前で脱ぐのはちょっと。あじゃないよ、すぐ着替えるから二人はリビングで待ってて、思春期なんだから。はい、そうします。あ、すごいことしようとしてたよ二人。本当に手伝わなくて大丈夫ですか。脱がせようとしてた。ほら掃除、大丈夫って言ってるんだから行くぞ。サラちゃん、じゃあ下で待ってるからな。逆レイプものですよね。まったくもう。もし着替えで困ったら呼んでくださいね。着替えで困らないよ、もう3日目なんだから。やれやれ、さすがに女の子に脱がせてもらうわけには。しかも寝起きだよ、どうなってるか分かったもんじゃないんだから。もう夜？一日何してたんだこれ。ごちそうさまでずっと飯食ってたのか。もういいのか。お腹いっぱい。じゃあお茶をどうぞ。ありがとう。ちょうどいい暑さだ、お茶の入れ方がうまいね、ソジュちゃん。よかった。じゃあ食器を片付けるぞ。なんだか、お、ツインビュー。ん、この二人の服装いいな。これどうしたの、お兄さん。いや、あー、これは、いや、どっちがいいですか。なっち悩むな。ソウジュちゃんメイドみたい、サラちゃんメイドさんみたい。いや、ここはちょっと照らさせたい、サラちゃんメイドさんみたい。私がメイド。いや、今のは例え話。そうか。まあその、おう、サラちゃんのメイドさんきっと可愛いよ。きっと可愛いよ。お、照れたね。ソージュ、そうだろうね。言っておくが、私は
他ではこんなことはしないからな。他ではってことはここでだけはしてくれるんですか。ちょっと嬉しいでもこうやってお世話してもらうのも今日で最後、ちょっともったいない気もする。え、なんでだ。うん、明日ギプスが取れるんだって。そうか、ギプスが取れるのか。ギプス、サラちゃんの言うギプスの言い方はちょっと可愛いんだよな。よかった。あー、じゃあここはやっぱソウジュちゃんだね、バランス的にもね。ソウジュちゃんありがとう、本当に助かったよ。本当お世話してもらってばっかりで。いえ、ソウジュは何もしてなくて。いやいやいや、もう 何でもしてくれたよそんなことないよ、いろいろ気を使ってくれたじゃないか。そうだよソウジュ、ソウジュは立派にお手伝いしたよ。 お兄さん、サラちゃん、ありがとう。こんなことならずっと ギプスつけてたよな。ちょっと残念です。もっとお兄さんの世話をしたかったな。まあ怪我が治ったんだから。そうだね。ああ、これはソウジュちゃん枠を増やしたいからもう少し長引けばよかったかもね。でソウジュちゃん行ってみようか。そうすればもっとお兄さんと一緒にいられて、いろいろとお世話ができたのに。いや、それは。まあね。でもお兄さんの怪我が治って本当に良かった。ありがとうございます、本当にね。それじゃあもう世話をしなくても。ほう、そうですね。なんかちょっと寂しいね。あれ、変な顔しちゃったお兄さん、ん、ソウジュたち、お願いがあるんです。なんだ一体、なんだ一体言ってごらんなさい。あいつたちのことなんだけど。あいつたちってのはまさか、あのお兄さんに怪我させた、はい、フリムファクシー、グルファクシー、あの馬のこと。あいつたちは本当に悪い奴らじゃないんだ。うん、それは分かってますよ。つけが足りなくて。はい、双子に手を出そうと思ったらこっちがいけないんだよ。あの子たちを許してもらえませんかいろんなありとあらゆる双子たちにさ。これは最初から気にしてないよ、優しいな。どっちだろうな。でも最初から気にしてないからね。ソウジュはそんなに気にしないで、僕は最初から気にしてないよ。本当？あの馬たちはソウジュちゃんとサラちゃんを守ろうとしてたんだよね。お、ソウジュちゃん広かったね。ありがとうお兄さん、あの子たちにもちゃんと言って聞かせますそうだね、できれば僕とも仲良くしてくれると。ねえお兄さん、馬と仲良くするっていうのはね。うん、お兄さん、お、もしもソウジュたちが怪我をしたら、そりゃあもうお世話してくれますか。お洋服脱がしちゃうんだから当たり前じゃないですか。バキューンタイム、はい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 、スタート。スタート。僕が怪我なんてさせない。どうこの王子様っぷり。僕が怪我なんてさせない。ソウジュちゃん心配しないで、僕が守る。鐘が鳴りました素晴らしいね。いやちょっともう白金姉妹のバキューンタイム早いから焦るわ。よかったなソウジュ。はい、もちろんサラちゃんも一緒に守る。イエー。え、何よサラちゃんもソウジュちゃんも僕がちゃんと守ってみせる。嬉しい、よかった ね、王子様だね、サラちゃん。え、照れちゃって。あ、うんだって。もう本当に恋する乙女になっちゃってんな、サラちゃんが。ラブバランスちょっと悪かった。あ、でもバキューンがその分結構入ったか。うん、でもいいペースだと思います。はい、あ、今日も夜までありがとう。 いいえ、元はソウジュたちのせいだったんですから。じゃあまた今度。はい、あれ、そのどうしたの、サラちゃん。ギプスが取れたら今度うちに遊びに来ないか。なんかサラちゃんからの誘いってこれもまた珍しいよね。
なになに？な、ソジュ。あ、うん、お兄さん待ってます。マジっすか？行く行く、もう明日行くすぐ行く。じゃあな。 おやすみなさいお兄さん。なんかこうやって誘ってくれるの嬉しいっすね。ありがとう、気をつけて。とりあえず怪我は治りましたけど。おはようございます。お、ギプスが取れたなああ、おかげさまでほっとしたよ。来やがったな。え、なんだその言い方は。大阪なんだいきなり。とぼけやがって。俺も見たぞ。え、可愛い女の子二人と一緒にいるところ。さあ、またさっさと紹介しろ。いや、障害も何も一回会ってんじゃん、文化祭の時に。いや、事情があってギプスが取れるまで世話をしてくれただけなんだよ。世話してくれてただけだとくこれはお前というやつはどうして次から次へと。なんだろうな、いやだから怪我への同情で女性の気を引こうなんて君らしい姑息な手だね何、やっぱりそういう作戦か。この感じ、このノリは違う。俺も怪我をして怪我をしてあんな子に迎えに来てもらいたい。あ君では猫すら寄ってこないだろうね。天道言うなその点私なら。でもお、キラちゃんが寄ってきちゃったよ。怪我しなくても彼の場合はモテちゃうものね。キラちゃん、キラさん、それはそうだ。こいつは普段から幸せを独り占めしているんだ、うん、そうだね。今度彼が怪我をしたら私とキラちゃんの2人でお世話してあげるね。それはそれでぜひよろしくお願いしますキラユラコースでよろしくお願いします。ユラさんまで、くそ、なぜだ、なぜ私ではなく君なのだすいません、主人公なものでひどい。お前はそこまでして我々から全てを奪い去ろうというのか、この陰キャどもめ怪我したのって渡すじゃないんで。聞く耳持たん。もうね、天柱、天柱って、こっちは正真正銘の二キャなものでもう根っからの二キャですよね。ここまで双子に好かれるなんていうのはもうそれこそこれで終わりか。これで終わりか。え、明日もあるかな。もう一日ぐらい多分なんかあるよね。じゃあちょっとおやすみなさい。ああ、もう次の話入っちゃうんだ。第7話、3人の童話だって。童話、ああ、でも、ああ、でもごめんなさい。今回はここまでにしておきます。すいません。次回はじゃあ第7話、童話、そっか。なんかね、絵本この前読みましたもんね。あれがだから、どう関係してくるのか。なんか、なんだっけ。お姫様が呪いをかけられて、女騎士が守っているみたいな内容だったと思うんですが、童話。いよいよ次回、二恋ファンタジーですよ。今回もありがとうございました。いやー、双子って、本当にいいものですね。下ネタが多くなってごめんなさい。なんか変なテンションになっちゃうんだよ。